さあ、いよいよ開幕です。開幕戦を前に昨日ペイペイドームでおよそ2時間半の練習を行いました。笑顔多めのリラックスした表情で最終調整です。2軍で調整をしていた WBC 組の牧原、周東、そして甲斐が昨日から合流。さらにキューバ代表のモイネロもチームメートらと久しぶりの再会。開幕は2軍スタートとなるんですが、今シーズンは8回を任せるピッチャーとして期待がかかりますね。そして初の開幕投手を務める大関はキャッチボールなど軽めの練習で調整をしました。ロッテ戦は昨シーズン2勝0敗防御率1点台と好相性。開幕マウンドで白星を狙います。少しふわふわしているような感じですね、はい、一発目任せてもらったからにはしっかりチームを背負えるような、はい、1年間そういうピッチングをしたいなと思ってます。藤本監督もリーグ優勝と日本一奪還へ気合十分です。1番牧原でいきます。2番近藤、世界の近藤ですからね、はい、で3番柳田、4番栗原、それ以降は分かりません、はい、一方侍ジャパンで投手コーチを務めた吉井新監督率いるロッテも開幕に向け準備万端です。まあ、いいチームなんで、いつも優勝争いしているチームなんで、手強い相手だと思ってます。せっかく WBC でみんなが野球のこう楽しさ、面白さを知ってくれたと思うので、それがしぼんじゃわないように、リンズもファンが見てくれて楽しい野球をやっていきたいなというふうに思ってます。